はい、じゃあ、ヒント出す人に色を送ります。はい、こうなってます。待ってね。こっちが今度青ですね。はい。はい。はい、私は OK です。私も大丈夫です。はい。はい、じゃあ、先攻後攻入れ替えての2戦目です。はい、じゃあ、先攻赤チームから。はい。3枚、私ですよね。はい。はい。3枚で、叩く。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 はい。太鼓。はい。はい。馬。違います。今は何？一般人？馬は一般人。はい。じゃあ交代です。はい、青チーム。2枚で100歳。100歳。100歳。うん。100歳、なんだそれ。おじいさん？はい、おじいさん、青です。マイクの下。マイクの下あ、は赤。はい。あ。はい、じゃあ交代です。はい、じゃあ、いきますよ。いきます。やらかした。4枚で、4枚ね。はい。数学。いやー、マジかよ。円周率。はい。赤です。はい。時速。はい、赤です。X かな、どうしようかな。何でしたっけ？数学？あ、クイズ。あ、違います。青です。クイズは青。はい。オッケー。はい、じゃあ交代です。4枚で、難しい。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 池の上の季語。池の上の記上の号、季語。青です。はい。難しい。もしかしたら、アクセント。アクセント青です。次。なんだろう。パスします。パス。パス。はい。はい、じゃあ交代赤です。はい。3枚で、アルファベット。T、はい。T？ T、はい。赤です、はい。はい。X。はい、赤です。何も考えずにでいいのかな？ B。一般人です。はなんで？オッケー、オッケーなのよ、オッケーなのよ。はい、じゃあ交代です。青です。2枚で摩擦。摩擦。太鼓の下の、はい、はい、青です。はい。
もしかったら、センスの下の IPA。 はい、青です。はい、2枚やから交代やね。はい、はい、赤チーム、はい、同点だ。3枚で、はい、食べ物。栗。はい、赤です。酒。あち、違う、一般人です。はい、じゃあ交代で。難しいね今回は。やばい、負けの神が。なんだ両方とも残り2枚です。2枚。いやー、2枚だよねそりゃね。2枚で、すごい、もう邪魔なのがいて全然思いつかないな。いやー、困った。これ1枚ってダメなんでしたっけ？いや、別にええよ。1枚はいいけども負けるかもしれないんだよね。だから初め2周の1枚はやめようっていうローカルルールだけなんで、1枚は別にもう、なんか終わってるから大丈夫やけど。わかりました。まあ、1枚選んだ真剣で、他力本願に変わるわね。そう。うん。ダメだ。ダメだ。ごめんよ。大丈夫。ごめんよ。あ、ちょっと2枚で、いや、あ、ちょっとやらめたの、始末すればいいけど。ごめんよ、1枚でちょっと、うん、相手のミスを狙うしかないですね。ないね。じゃあね、1枚で、まあ、一応2枚にしておくけど。ちょっと関係そうな。関係ないわ。ちょっと関係そうな。関係ないな。1枚で、肉食。肉食、トラーです。はい、青です。はい。じゃあ交代です。はい。2枚ですね。2枚で、いくぞ。大食い。わからん。重ねなさい、今までを。重ねなさい。テレビ？はい、赤です。やっぱそうなの。怖っ。鬼。一般人で。何回。キリコシさん、キリコシさん。おい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 。そうだろ。やった。キリコシさん。はい。やった。はい、交代です。わかりやすいよ。一枚でカラオケ。マイク。当たり。はい。青の勝ちです。わあ、言っていいですか？はい、言っていいですか？最初に食べ物っていうヒントを出して、食べ物を取ってほしく。うん。だから、で、取らなかったから大食いって言えば、大食いに関するものを取るだろうという。戦法でございました。いや、なんか私酒、なんか3枚って言ってたじゃないですか、食べ物の時に。あれ言ってない。そう、3枚で食べ物から言ってくればよかったんだけど。だからその前のヒントが生きてる状態で出してるわけなんよな。そう、だから確実に残ってるやん、食べ物。そう、ヒントはその場限りじゃないんだな。、うん。
や、ミカさんがめっちゃ考えたんですよ。叩くが多分テレビだったんだなっていうのは分かってて。ああ。で、いや、馬叩くじゃんと思って馬って言っちゃった。ああ、そっか、馬叩くって発想が私にいなかったな。言わなきゃなって思ってた。なんか、食べ物で、栗出て、で、酒なしで、馬消えてんねやから。でしたね。うん。じゃバカだ。いや、むしろ大食い、むしろ大食いでよくテレビ出てきたな、思って。大食いでテレビがあるから。うん。いや、大食いでエビも釣らせようっていうのはわかるけれど、いや、ちゃんとさっきの食べ物を把握してたら、電化製品でもよかったわけやろ、このヒントって。そう。画面とかなんか言うと。画面とか、もうテレビ、ド直球の質問で2枚って言ってても、前のヒント活かして、エビでいけたのにと思って聞いてた。完全に忘れてたんですよね。むしろ大食いでテレビが出てきて、おお、すごい、じゃあ終わるかと思ったら、えって、うん、終わると思った。ああ私も覚悟しましたよ。諦めない心やな。諦めない。たくさん入って、もしかしたら太鼓の下ですか、はい、そうです、そうです。ああ、はい。勘違いしちゃった。途中で気づいたんですよ。ああ、そっか。じゃあ3枚目は何ですか俺でも難しいの時に、ひょっとしたらドボン引くんじゃないかと思ってたんや。あ、そうそうそう。ちょっと。ドボンは何ですかちなみに。センスですかマンジ。マンジよかった。なんか全く何も関係ないから。うん。いや、難しい時に、あれ、これマンジ引いたら終わるなと思ってそうそうそう。ちょっと危ない。うん。さっき3枚なんか言ったっけ100歳おじいさん。100歳でおじいさんとシーセディを狙いたかったんやろそうです、そうです。ただ3枚は俺もわからんかった。何、はい、?3 枚目は何ですか何でもよかったんか。あれ私3枚って言ったっけ?3 枚と言ったんです。もう1枚、まあちょっと、なんだろう俺の記憶違いかもしらんからやけど。いや、おじいさんと100で、あ、ここ二つ狙いか、うん、わざわざ100って言ったのはそういうことかって言ったんやけれど。うん。あれ、ちょっと2枚って言った記憶がありますね。うん。ユーリはなんであそこで X じゃなくクイズに行ったんや。あ、数学ね。数学。いや、怖いと思って。あ、IPA 怖いと思って、ちょっと。わかる方に逃げたんですよね。そんな安直なことあると思って。いや、さっきの、まあ、この動画とは関連付けがない、ジャストワンカの流れから言ったら、今日数学は X やろ。いや、引っ掛けかもしれないじゃないですか。なんで身内相手に引っ掛けをしたの？そう、全力で、あれよ。引っ掛けなんで君もないで引っ掛け問題を出すの？なんかミスってましたね。なんかちょっと多分独り言で言ったんですよ。X かなみたいな。いや言ってたよ。そうだと思ったのに。そんな時代面白いなと思って聞いてて。じゃあそれで X じゃなかった時が怖すぎてクイズかな。トラが何ともつながらなかった。トラ。あこの色の組み合わせやったら難しいか。うん、動物つながりが、あ、動物が3つのバラバラになってんねやな。うん、あと、こう、強いとか怖いって言うと、鬼と引っかかっちゃうから。うん、そうですね。私だったら言っちゃいます。トラが他と結びつくけど、たまたまチーム内で結びつけへんねやな。うん。ただ、まあ、青チームの。よかった。よかったです。えー